マイナス10キロ、綺麗に痩せる、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエット効果の高い納豆、毎日食べ続けるとどうなるかご存知ですか？そんなの健康やダイエットにいいに決まってるやんと思ったあなた、これ知らないと損します。今回は40代、50代の女性が納豆を毎日食べ続けるとこうなるというメリット、デメリットをお伝えします。これを知らないとダイエットに成功できませんし、そもそも健康を害してしまいます。せっかく頑張っている努力が水の泡にならないためにも、ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、心も体も綺麗にキラッキラ輝く女性を増やしていきたいって思いを込めて配信しています。ぜひチャンネル登録していただきまして、お役立てくださいね。では早速、納豆を毎日食べ続けるメリット、デメリットをお伝えします。メリット1、痩せ体質になる。その理由は腸内環境が整うから。例えば納豆菌は胃酸や熱にとっても強いんですね。そのため生きたまま腸の隅々まで届くんです。そのことでデブ菌と呼ばれる悪玉菌を減少させて、逆に痩せ菌と呼ばれる善玉菌を活性化してくれます。善玉菌が元気になれば腸の動きが良くなって、結果代謝が上がりますから脂肪燃焼効果がアップ。さらに納豆は発酵食品なので、痩せ菌たちの大好物、餌となってますます根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができます。しかも納豆に含まれる食物繊維は水溶性、不溶性とバランスが良いので、腸内環境を整える効果も。なのでメリット1は痩せ体質になれる。メリット2は代謝がアップ。その理由は血行が良くなるから。例えば納豆キナーゼという成分が血栓を溶かしてくれるため、結果血管の詰まりを良くしてくれて血行がアップ。血行が良くなれば代謝もアップしますよね。この酵素は納豆にしか含まれないため、納豆を摂取することが大切。また大豆は畑の肉と呼ばれているくらい良質なタンパク質を摂取することができます。なので結果筋肉の元となり、しっかりとここで代謝をアップ、脂肪燃焼効果も高まります。なのでメリット2は代謝が上がる。メリット3は新陳代謝。その理由は細胞の若返り。例えば納豆に含まれるポリアミンが新陳代謝を促進。このポリアミン、体内で作ることができますが、残念ながら40代を過ぎると年齢とともに減少。このポリアミンがないと新陳代謝をうまく行えません。すると細胞が生まれ変わることができずに、どんどん体が老化してしまうんです。結果代謝が落ちてますます太るという、その負のスパラルへと入ってしまいます。なので納豆を摂取することで、このポリアミンを補う必要があります。メリット3のポイントは新陳代謝。メリット4、脂肪の蓄積を抑制する。その理由は食後の血糖値の急上昇を抑える効果があるから。例えばこんな実験が、30代から50代の健康な男女を対象に、1、塩おにぎり2個、2、野菜サラダを 100g 食べた後に塩おにぎり2個、3、蒸し大豆を 26g 食べた後に塩おにぎり2個、以上3通りの食事をしてもらって、食後の血糖値を測った結果、の大豆を食べてから食事をとった方、大豆ファーストの方にはなんと血糖値の急上昇を抑える効果が確認されたそうです。さらにこの大豆ファーストは少量でも満腹感を長時間維持することも確認できたそうです。ベジファーストよりもなんと大豆ファースト。なのでメリット4のポイントは脂肪の蓄積を抑制する。ではここから反対デメリット、これ知らないと太ります。1、添付のタレを使っている。気をつけるポイントは無添加のタレを使うこと。その理由は内臓に負担
ターをかけないから。例えば納豆に添付されているタレは化学調味料や人工甘味料など添加物がいっぱい。そのようなものを食べてしまうとせっかくの納豆の効果が逆効果です。添加物たっぷりは内臓に負担をかけて結果代謝が爆下がり、ますます太ります。また味覚異常になっていくため、あなたは甘いものや脂っこいものがやめられない、止まらないという負のスパイラルまっしぐらなので、気をつけるポイントは無添加のタレを使うこと。もし無添加のタレの納豆がなかなか見つからないという方も大丈夫、私は添付のタレの代わりに純リンゴ酢をタレの代わりとして酢納豆を毎朝食べています。酢納豆の詳しいダイエット効果やレシピを知りたい方はこちら動画下の説明欄に別動画のリンクを貼っています。ぜひそちらもご覧くださいね。デメリットに食べ過ぎている。気をつけたいポイントは摂取量です。その理由はもちろんカロリーオーバー。例えば厚生労働省が推進する21世紀における国民健康づくりにおいて、納豆は1日あたり 100g イコールほぼ2パックまでです。1日2パックまでと決めておくと食べ過ぎ防止につながります。この摂取量を超えますともちろんカロリーオーバーにもなりますし、納豆菌がお腹の中で増えすぎると腹痛や吐き気などを引き起こす原因にもなりますから、摂取量守っていきましょうね。なので気をつけるポイントは摂取量。デメリット3、ポイントは加熱して食べている。その理由は温度でダイエット効果が変わるから。例えば納豆菌キナーゼは熱にとっても弱いんですね。温度を間違えて食べてしまうとダイエット効果が半減。納豆キナーゼは70度くらいで死滅してしまうんです。なのでご飯は美味しく感じる40度から48度くらいがおすすめ。炊きたてをよそってから5分くらい放っておくとだいたい50度前後になります。でもね、熱々のご飯で食べたいなという方はご飯と納豆を別々で召し上がってください。気をつけるポイントは温度。ここまで動画を見てくださったあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出しています。頑張っているご自分のことを褒めてあげてくださいね。根本的な痩せ体質へと生まれ変わって、心も体もすっきりキラッキラ輝くご自分をイメージしながら美味しく楽しく腸活ダイエット取り組んでいきましょう。ここまで毎日納豆を食べ続けるメリット、デメリットをお伝えしました。お知らせの後に今すぐ取り組めるように今回の復習をします。ぜひ最後までご覧ください。こちらの LINE 公式ではあなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り続けた40代、50代の女性、私の生徒さんが1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら1ヶ月後あっという間に痩せてしまうための内容だと自負しています。プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。この他にもこのチャンネルでは腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をできるだけ分かりやすくお伝えしています。なのでそういった情報をこれからも見逃したくないという方はぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもよろしくお願いします。では最後にこの動画の大切なポイント復習をして早速実践できるようにしましょう。1、納豆は毎日加熱せずに食べましょう。2、国産大豆で無添加の添付のタレを選びましょう。3、1日あたりの納豆の摂取量は2パックまでイコール
約 100g までとしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンや実際に取り組んでみたご感想などぜひコメントでシェアしてください。私がお伝えしたことをコメント欄にアウトプットするだけで即実践につながります。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録していただいてお役立てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。